明けましておめでとうございます。2024年もですね、ぜひ X クリニックをどうぞよろしくお願いします。本当にね、1年間早すぎて、2023も気づいたら終わってしまったんですけれども、去年は本当にね、もう忙しすぎて、ほんまに2023年あったんかなと思うぐらい、去年は新しく名古屋を出して、あとは僕自身初めて減量とトレーニングをして大会に出るという新しいチャレンジをした1年になったんですけれども、2024年はですね、今年は気持ち新たにして、エンペラ今年でね、X クリニックを創設5年目になりますし、私も35歳になりますから、もう35って言ったら僕がもう大学の時に憧れてた大人の年齢というかね、35から脂乗ってきて、45からめっちゃモテるみたいな、そういうイメージを持ってたんですけれども、35こそはもうバリバリ仕事をしなきゃいけないかなと思います。本当にありがたいことに、今素敵な仲間に囲まれて、多くのね、我々 X のファンだったり、多くのお客様に支持を得て、去年も今まで最高の LINE シャツを着ていただくことができました。本当に皆様には感謝しかありません。2024年もですね、本当に僕は人に恵まれているので、さらにこの僕の周りの方々に恩返しができるように、そして X に来ていただくスタッフ、お客様全員が本当に X で良かったと幸せになってもらえるように、頑張って全力でいきたいなと思ってます。まだ35だからね、普通の病院の35の先生なんかまだボロ雑巾みたいに使われてるから、それを考えたらだいぶ僕は幸せかなと思うので、おごることなく全力で毎日を過ごして、少しでも皆さんが幸せになれるようなシステム作り、といった体制を作っていきたいなというふうに考えてます。先生、じゃあ今年の一文字を漢字で表してもらいたいんで、よろしくお願いします。 OK です。じゃあ今年の僕の目標も含めて漢字一文字で書かせていただきます。ただエンペラ本当に漢字むちゃくちゃ下手くそだから、それだけちょっと許してください。2024年はお、なんか味があるぞ。え、ちょっと待ってよ。ちょっとごめん、漢字が出てこない。ちょっとカンニングしていいかい。普通だったらさ、何も考えずに書けるんだけど、え、ちょっと待って。 OK OK、 さすがに新しい挑戦の1年にしたいと思います。新しい新規事業だったりとか、新しいブランドだったりとか、 EC サイトの強化であったり、そして新たに海外への進出、どこまで具体的に実行できるか難しいところではあるんですけれども、私自身やっぱり中国とか韓国にすごく興味を持っているので、我々のようなこのスーパーいい美容医療を日本と国内だけでとどめるのは僕はもったいないと思ってしまっているので、それも来年、35歳、心機一転、新しいチャレンジャーのつもりで全力で仕事を励んでいければいいかなと思いますので、今年もぜひ X クリニックを、そしてエンペラスをどうぞよろしくお願いします。